头城抢孤。皆さんこんにちは、太田金也です。今回の動画では私の住む台湾の宜蘭県で行われているお祭りについて紹介していきたいと思います。私の職場は台湾の東北部の宜蘭県ジャオシーにあります。人口3万5000人ほどの小さな町です。そしてその隣の地域の東ちゃんという、これまた人口3万人ぐらいの小さな町がありまして、ここでですね、头城抢孤というお祭りが行われます。これ头城が地名で、イベントの名前が抢孤なのですが、まあ、これ日本人に読んで覚えてもらおうとするとなかなか難しいので、もうカタカナ読みっぽく抢孤と発音することにしますね。このお祭りは宜蘭県の無形文化財にも指定されておりまして、この地域では非常に大きなお祭りの一つです。このお祭りの一番の特徴はですね、まあ、なんといっても10階建てのビルよりも高い高さの塔のてっぺんまで選手が登る競技が行われることです。いかにも危なそうですよね。このスリリングな競技は非常に珍しく、いわゆる奇祭として多くの人々を引きつけています。この記載の存在は知ってはいたのですが、たまたま予定が合わなかったり、お祭りの会場への交通の様子がよくわからず面倒くさいと感じてしまい、結局今までこのお祭りを見ることなく過ごしてきました。しかし会場がですね、私の研究室からバイクで10分ほどの距離にあるということを知って、去年から見に行くようになりました。こんな近いところにこんな面白いお祭りがあるのに見に行かないのはもったいないですからね。なので、この動画では去年から取りためている映像を使って、あれこれこのお祭りについてお話ししていこうかと思います。そして地元の人にもいろいろとこのお祭りについて聞くことができましたので、これらの資料も合わせてこのお祭りの詳細を皆さんにお伝えしたいと思います。では開催場所についてもう一度 Google マップで確認します。私のいるジャオシーはこの蘭陽平原のこの辺りにあるんです。そこから北に向かって走って橋を渡ったところに会場がありまして、この辺りがジャオシーの隣町の父ちゃんになります。ここは蘭陽平原の中でも漢民族系の人たちが早い段階で入植してきた地域になります。台湾島の東側に入植してきた漢民族にとって最初の活動拠点となったのがこの父ちゃんの辺りでした。ではなぜここがかつての漢民族の最初の活動拠点になったのでしょうか。ではちょっと土地の特徴から見ていきましょう。この蘭陽平原の東側は太平洋で、他の三方は高い山で囲まれています。つまり外界からアクセスするのが難しい平原だったのです。しかも海岸は砂浜で、大きな港を作ることが難しかったようです。なので人員や物資の供給は実質東ちゃんにあります、この小さな港に依存することになります。さらにこの蘭陽平原には先住民カマラン族と呼ばれる人たちが住んでいました。そして先住民と漢民族は土地をめぐって何度も衝突があり、緊張状態にありました。そうなると漢民族としては自分たちの仲間が多い台湾島の西側や中国本土と海路で連絡が取りやすいこの東ちゃんがいろいろと都合が良かったのだと思います。そしてこの土地を目指して、さらに多くの中華系の文化を持った人たちがやってくることになります。しかし入植者が増えたからといって蘭陽平原での生活がそう簡単に楽になるわけではありません。土地を奪われまいと必死に抵抗する先住民との緊張関係の中、厳しい労働の日々を送ることになります。この先住民のカマラン族との争いの歴史は自分でもちょっと調べてみたのですが、非常に複雑なのです。なのでここでは詳しくは解説しません。また機会があれば別の動画で説明します。いずれにせよ蘭陽平原での生活は大変で、いろいろな理由で命を落とす人がたくさん出たことは覚えておいてください。中には家族を故郷に残してこの土地にやってきて一人寂しく命を落とす、そういう入植者もいたことでしょう。そうなると身寄りもなく祀られることもなく放置されている魂はどうなるんだというふうな問題が起きてくるわけです。現在の私たちからするとちょっと想像しがたいですけれども、昔の人にとってはこれは大きな問題だったんだと考えられます。信心深い昔の人たちからすると、丁重に扱われなかった魂が自分たちの身の回りをさまよったりするんじゃないかと心配になったんだと思います。
そうして亡くなってしまった人たちの魂があちこちさまようようではいけないよねという意味もあって、中元節のこの時にチャングを催して死者の霊を祀るようにしたそうです。その歴史は記録に残っているもので1825年まで遡れるらしいです。じゃあどうしてこういう形式のお祭りになったのでしょうか。これもいろいろ調べてみたのですが、整合性のある説明が見つけられなかったんですよね。なので自分で調べた範囲で言われていることを列挙すると次のようになります。まずこの選手が登る塔がものすごく高いわけですが、なんでこんなに高い塔が設置されたかというと、これは昔の船乗りの人たちが祭壇を作る時に帆船のマストを提供したからと言われてます。まあ、これだけ高い建造物が地上に現れるといかにもお祭りのような感じがしますよね。あとこのお祭り結構大きな規模でやることになってるんですけれども、なんでこういうふうな大きなお祭りをするかということについてなんですけども、これはどうもですね、さまよえる魂をあの世に送り返すにはみんなでちょっと大規模に集まって派手なお祭りをやった方がいいだろうっていう説を見つけました。確かにさまよえる魂たちにもうあの世に帰ってくださいと教えるためにはですね、みんなで集まった方が効果がありそうですよね。そしてこういう感じでですね、壇上で競争する形式が取られるんですけれども、この形式については一説によると、この何かを渇望する霊魂の様子を自分たちが演じることでお祭りにしたということらしいです。確かに祭壇のお供え物や旗をめぐってみんなで争う様子は躍動感があって見応えがあると、そうするとですね、ご先祖様も孤独な亡霊たちもみんなも喜ぶだろうなというふうな、そういうことらしいです。これはある程度納得ができます。つまりは始まった当初はお祭りとしての文化的な側面や死者の魂を祀る宗教的な要素が強かったんだと思います。そして時を経て観光やスポーツの要素が強い現在のチャングーになったと言われています。ちなみにここでは説明のために霊魂とか魂とか亡霊とかそういう言葉を使いましたが、こちらの人はこうした古いお祭りを説明されるときに鬼という言葉を使って、こういったですね、伝統的な儀式について説明してくれます。七月是鬼最多嘛，他放出来，我们就是要种个祭品，给他吃饱饱来，就是人那个是也是算是心理上的。心理上，找鬼的人相信有对啊，有鬼那在哪里有鬼吗？对，那树上的还有那个哪里古早的人感觉哪里有？那都没有人看到啊，还有谁看到？目に見えないよくわからない霊的なものをですね、鬼と呼ぶわけです。そしてこの鬼って言葉がこのお祭りのプロセスを理解する上で大事なキーワードになってきますので、後で詳しく説明します。じゃあこのですね、現在の選手たちが高いところまで、登って競争するチャングーですが、これがどのように現在は進められているかというと、これ簡単にこのタワーに登る競技が始まるっていうわけじゃないんですよね。イベントの時間表を見ても真夜中にこの競技が行われるんです。個人的にはこんな真夜中じゃなくてもいいのにと思ったんですけれども、そうはいかないみたいなのです。弄的时候你要先去拜，你没有拜你不能直接把它放上去啊，直接啊，你看这不安全啊，你不能说他也要看时间啊，要选日子啊，选个好日子、好的时间啊，时辰。台湾人就是讲究是时辰嘛，你好时辰，他就是要祭拜，祭拜好了。然后你才可以动它，对，我这个就知道。对，这个是。つまり今のように観光化スポーツ化しているとはいえですね、あくまでもこの高い塔に登るのは最後のイベントなのです。というのはこれは旧暦の7月、新暦の8月中旬頃に鬼門が開いて、鬼たちがですね、彼らの世界からやってきて、
旧暦の7月末、新暦でいうと8月の下旬に鬼門が閉まる時に合わせて行われるイベントなのです。つまり鬼門が閉まる時ですよということを人間も周りのですね、まあ、霊たちも亡霊たちにも含めてですねシェアするイベントなのです。なので事前にいろいろとですね他のイベントが行われるのです。日本人の感覚で言うとお盆に関係する一連のイベントがいろいろな日程に分けられて行われる感じかと思います。これ私も本業の研究がありますので全てのイベントには参加できないのですね。なのでですね前日の灯籠流しから参加してまいりました。日本のお盆のイベントでも地域によっては灯籠流しがあるかと思います。こちらでも同じように灯籠流しが行われました。場所はチャングが行われる会場からちょっと離れたですね筑安河口、この辺りを流れる二流川から流れてきた水が海に流れ出す場所です。ここで灯籠流しが行われます。当日会場のある河口の北側のですね対岸、つまり河口の南側からちょっと遠目に見ていたのですが、昼の段階ではテントが設置されていました。そして夕方になると徐々に人が集まってきました。この河口は遠浅になっていて水深の浅いところは人が歩いて渡れるぐらいです。ですが万が一ということもあるのでこの会の運営の人たちが安全に配慮してかそこかしこに見張りに立っていました。夜が更けてきて暗くなると銘仙がたかれます。そして爆竹が鳴り終わった後に花火が上がって灯籠流しが始まる感じです。この花火の音が結構賑やかなので自分たちがイメージする静かな灯籠流しとは全然違う雰囲気です。そして翌日船首が登る塔が建てられます。これ今まで塔っていう風に説明してきましたが、この塔はですねいくつかの部分に分かれているんですね。もっと細かいことを言うとこの塔は2つ設置されていて小さいのと大きいのがあるんですね。この小さいのをですね范棚って言ってこのもう一つの大きなのを孤棚と言います。そしてこの競技が行われるのはこちらの大きい方です。ではここでちょっと簡単にこちらのクーポンの各部位の名称や構造そして競技の進行について説明します。まずこの上のこの竹でできた部分がクーチャンと呼ばれます。このクーチャンの上には顺風旗が付けられています。そしてこのクーチャンが乗せられているのが倒翻棚となっています。でもこれ説明の時にクーチャンとかタオファンポンとかって中国語に馴染みのない人からすると呼びにくいのでこの動画では簡単に説明するためにタワーとか棚って呼ぶことにしますね。ではこのタワーをちょっと人間の大きさと比べてみてください。とにかく高いんです。30メートルほどあるそうです。このタワーは16本の竹を編んで作られています。会場とは別の場所で作られていて当日にトラックで搬入されます。搬入する様子も見せてもらいましたが結構大変そうです。このように重機の力を使うとはいえ細かい作業は人間がしなくてはいけませんし伝統的な行事でもあるのでいろんな儀式も同時に行われることになります。
クレーンでタワーが引っ張り上げられている間も太鼓を叩いたり爆竹を鳴らしたりお札を撒いたりと大変なんですね。ちなみにこれ昔の写真を見たら同じ構造だったので昔の人たちはどういう風にしていたんだろうかとちょっと気になったので聞いてみました。靠人力嘛，对对，靠人力。ということで、まあ当たり前ですが昔はほとんど人力でやっていたみたいです。このタワーを設置する棚、これも高いところにあるんです。棚を支える柱が13メートルもあります。棚の大きさは幅が12メートルで奥行きは 7.2 メートルで結構しっかりした作りです。ルールとしては選手がこの柱をよじ登って棚までたどり着いてそれからタワーのてっぺんまで登って旗のついた竹をノコギリで切り落としたら賞金獲得となります。口で説明する分には至ってシンプルです。でもこれよく見てみたらいろんなところで難易度を上げる仕掛けがあるのです。まずスタートは一番下から始まります。5人1組のチームでスクラムを組んでこの柱にしがみついて1人の選手を上まで送ると。使える道具は麻縄1本だけです。でこの柱見てもらったらわかるんですけど黒黒してますよね。これ木材でできてるんですが何か塗ってあるんです。で何が塗ってあるのかを調べてみたら 75kg の牛脂が塗ってあるようなんです。そもそもこんな取っかかりもない柱によじ登ること自体が大変なのにさらに選手が途中で滑り落ちやすいように牛脂が塗ってあるってそこまでして難易度を上げてどうするんだっていう話ですけれども、これ実際にどんな感じなんでしょうか。この柱に触ったことのある日本人に連絡を取ってみました。そしたらこんな返事が返ってきました。実際僕は大きい方は登ったことがないのですが練習で少しだけ触れたことがあります。かなりベトベトで触ると汚れや匂いがなかなか取れない感じですとのことでした。つまりこの柱を登る過程で体中滑りやすい牛脂でベトベトになるみたいです。この状態で棚に到着するわけですね。そして柱を登り切って棚に手がついたら次はこの棚の上まで自力で這い上がらないといけません。誰も助けてくれません。この忍者返しみたいになってるところを体中が牛脂まみれな状態で滑り落ちないように登る必要があります。そして柱登り忍者返しをクリアした選手だけがタワーに挑戦できるわけです。でもこれ普通に考えたら落っこちそうですよね。安全管理はどうなってるんでしょうか。以前是没有拉线的，以前都一直爬上去，你知道？你说拉线这个是为了安全，你知道？有时候摔了，摔下来。对，这个地方。跳起来，以前比较没有，以前的人不会说，反正我捡过拿到奖金，我管他有生命的事情。后来主办单位说，这样不行，我们要比赛也要有安全。確かにちょっと調べてみたら昔は事故がたくさん起きたみたいです。普通に考えたら本当に危なそうですもんね。なんかそういう安全性の理由から中止になったり開催されたりなど、ネットで調べてみるといろいろ経緯があったようです。そして今のような安全用の命綱を使うやり方に変化してきたということらしいです。他不会有出事的。林先生直接干过吗？啊，连掉下来了。直接掉下来了，没有干过，没有。はい、安心しました。ここまでお祭りの準備や競技の流れについて説明してまいりました。ではこれから会場の様子を見に行きましょう。夕方になると会場が少しにぎやかになってきます。夜店が出ますしお供え物も並び始めます。お供え物にもいろんなバリエーションがあるようです。お祭りしなくてはいけない対象が神様やご先祖様やそこら辺にいる亡霊たちなど様々なので、いろんな違うタイプの供物を準備する必要があるみたいです。暗くなってくると人も多くなってまいります。
夜店の明かりが眩しくて一層にぎやかな感じがします。こういうお祭りってですね、まあ、当然昔ネットもですねスマホも ない時代からあったわけですよね。こういうお祭りって地域の人たちが集まって情報を共有するっていう性質が昔からあったんだと思います。それはまあ今も変わらなくて、こういう感じで賑やかに人が集まってですね、夜店が出て老若男女問わずに皆が集まるような感じになっています。自分はあんまりこういう場所で飲み食いしないんですけれども、その毎回この中華風バーベキュー屋さんがなんかいい感じなので、ちょっとお肉とかいただくことにしてあります。あと今回はですねトルコアイス屋さんなんかが出てたりとかしてですね、本当に賑やかな感じです。あとですね射的屋さんとかもいろんな出店が出てたんですけれども、これすべて説明するとこれ大変なんでですね、まあ、本当に知りたい方は来てみてください。最初に説明したように結構にぎやかなお祭りなんですが、毎回予想以上に多くの人がこのお祭りを見に来ているんですよね。ちょっとその点について詳しく聞いてみました。鬼的问题也是有，啊，对对，但是我们是说心理上怪也一定有，但是有没有真正有没有没有人看得到，对对对对对对对，就是说像以前就传习下来说，哦，七月鬼很多啊，要怎么要怎么要怎么办呀？对对对对，然后就是说搞来搞去就一个文化，对。やっぱり人が来ないとダメだろうと、まあ、こういうのはですね運営の人たちからしても大規模にお金集めてやるんだから人が来ないとダメだよねっていう感じで、まあ、そういう集客っていうのも結構意識的に考えてやってるんだと思います。まあ、確かにこういうお祭りは人が集まってなんぼの話なんでね、はい、で夜店をうろうろしたりしながら競技が始まるのを待つわけですが、この間ですねいろんな儀式が行われるのです。会場には宗教儀式が行われるゾーンがあって、ここであれやこれやイベントが発生するわけです。でも前回参加した時にこのゾーンで行われている儀式をパッと見てもなんだかちんぷんかんぷんでほとんど意味不明だったんですよね。なので今回はちょっと意識的に何が行われているのかを理解するように頑張ってみました。そうするとですね、どうも奥ではですね、道教の儀式が行われていたんですけれども、まあ、ちょっと時間が経つとですね、この道士様、あのキョンシーとかチャイニーズゴーストストーリーみたいな、ああいうその香港とか台湾の映画に出てきそうなああいう衣装の人たちですよね。でこの人たちがですね、なんかステージの上からお米をまいたりとかして、多分お米だと思うんですけど何かをまいてですね、でその後ですね爆竹がバリバリと音を立てて鳴り響くという、そういう感じです。おそらく中元節の儀式の一つだと思うのですが、要はこちらの人たちが鬼と呼んでいる亡霊とかさまよってる魂とかに施しをして、もう鬼門が閉まるから帰ってねというイベントだと思います。さて今まで鬼に関係する中華圏の世界観についてあんまり触れずに話してきたんですけれども、これが分かってないとこのお祭りあんまり楽しめないので、ちょっと頑張って解説してみます。まず非常にざっくり説明すると、道教の世界観ってマルチレイヤー構造になっているようです。自分たちの生きている世界とは別の世界が異なる階層に存在すると。そして基本これらの世界の間は簡単に行き来することができないんです。ここら辺が日本の昔話とはちょっと違う感じですよね。洞窟の奥にあの世があったとか、山とか海とか川を越えたら異世界だったとか、そういう感じではないんですね。あくまでもレイヤーが違う。そうなると自分たちの世界と違う階層の世界の間を行き来するためには特定の条件を満たさないといけないわけですね。その条件の一つが鬼門が開いてるかどうかということになるわけです。鬼門が開くと冥界から鬼がこちらにやってこれる状態になるわけです。では鬼はこちらにやってきて何をするんだという話になってまいります。これもいろんなパターンがあるわけです。例えば遠い昔に亡くなったご先祖たちの魂が冥界から帰ってくる場合、こちらの信心深い人たちはご先祖様をお祭りするときにいろんなお供え物をするわけです。その中には自分たちの日常を使うものも含まれています。
と言いますのは、冥界でも亡くなった人たちはですね、自分たちと同じような生活を続けていると信じられているからです。飲み食いもするし、お金も使うと。おそらくこちらの信心深い人たちの中には、ご先祖様に送金しなくっちゃ出ないと、あの世の生活で困っちゃうだろうと考える人もいるでしょう。そういうこともあってか、中元節などのこういう伝統的なお祭りの時には、こちらの人は銘仙を炊くわけです。そして私たちと同じように喜怒哀楽もあるとなると、当然自己承認欲求もあるだろうと。そうなると、いかなる鬼であっても存在に扱うわけにはいかないわけです。なので呼び方にも気を使うことになります。時々地元の人が、ハオションティという言葉を使うことがありますが、これはそのためですね。ハオションティって書くと生きてる人のようですが、そうではありません。目に見えないけれども、おそらくそこら辺にいる鬼たちに息を使ってこの言葉を使うんだと思います。おそらくグッドブラザーズみたいな英語の直訳がしっくりくるのかもしれません。ちなみに、もっと偉い上位にいる神様みたいな霊的なすごい超越的存在をハオションティとは呼ばないみたいです。これはこれで失礼に当たるのだと思います。と、まあ道教のお祭りでは目に見えないあれやこれや霊的な存在がとにかくいっぱいなので、お供え物の種類も当然増えてくるわけです。さて、ここまでちょっと長く鬼について説明してきましたが、もうちょっと続けていきます。今まで子孫が祀ってくれる祖先たちの霊たちについて話をしてきました。しかし、この鬼の中には、まあ、何をやっていいのかわからないけれども、こっちの世界に来ちゃった亡霊とか、冥界に行かずにこの辺の土地に留まっている亡霊なんかも含まれるわけです。これらのその辺のうろうろしているグッドブラザーズも丁重に扱わなくてはならないということになります。ということで、中元節にいろんなアクティビティをやるわけです。日本でもお盆にご先祖様を祀るだけじゃなくて、無縁仏や諸々の魂をお祭りする瀬垣みたいな行事がありますが、これに近いと思います。ではここで皆さん、この地域の歴史的な特徴についてちょっと思い出してください。この乱用平原では漢民族と先住民との間で争いが起きました。慣れない新しい土地での労働は大変なところもあったでしょう。結果として、この乱用平原には漢民族たちが持ってきた中華系の文化が根付くことになります。しかし、それまでの過程で故郷に帰れず、身寄りもおらず、一人命を落とした者がたくさんいたことも思い出してください。そうなると、漢民族の入植者たちから、この乱用平原には誰にも祀られていない孤独な鬼たちがたくさんいるんじゃないかと考える人たちが出てきてもおかしくないわけです。この祭りには、そういう鬼たちをみんなで祀ろうという意味があるんだと思います。学会が降りてきました。はい、みんな写真撮ってる。焼いてます。どういう意味があって焼いてるのか分かんないけど、まあ、みんな撮ってるよ。はい、さて、このイベントも終盤に差し掛かってきたわけですけれども、これまだ儀式は終わりません。どうも、まあ、どうやらですね、まだまだうろうろさまよっているブラザーズがいるわけですよ。で、そろそろ鬼門が閉じるのでですね、あのヨレイヤに帰ってもらわないといけないわけですが、まだまだうろうろしていると。まあ、同志様もちゃんと施しをしたし、あっちゃこっちゃでこの中元節の間でですね、銘仙を炊きまくっているので、もう十分だろうと。そこら辺うろついていたグッドブラザーズも、食べるだけ食べたらしばらく生活に困らないだろうから、もう、まあ、とっとと帰ってくれというふうになるわけですけれども、
まあ、それでもやっぱりどこの社会にもイレギュラーな行動をする輩がいるわけです。でまだうろうろしているブラザーズもいるだろうと。でそうなるとですね、まあ、もうマイルドなやり方では通用しないと、まあ、そういうふうな輩ブラザーズたちもいるので、そういうブラザーズにはですねちょっと厳しい態度で接する必要があるということになるわけです。でも我々みたいなですね生身の人間が、まあ、なんやかんや言ったところでですね、まあ、相手にしてもらえないだろうという話になるわけですと。でそこで登場するのがこちらの正気様です。これ最初見た時にこの人何やってるんだろうなっていうのがさっぱりわからなかったんですよ。もう全ての謎が解けました。あの人は正気様です。正気様だから悪い鬼たちを追い払うんだ。で、お盆が終わった、中元が終わったにもかかわらずうろうろしてるあの鬼たちがいたら、鬼ってまあ霊がいたらそれを追い払う役割を担っていて、でかつその鳥を一瞬眠らせる。会場に来ていたこの手の儀式に詳しい人たちがちゃんと説明してくれたんですよね。で、まあ、要はですねあのもう施しは済んだからと、まあ、とっとと鬼門が閉じるまでにあの世に帰れと、出ないと叩き切るぞというふうにですね、これやから系グッドブラザーたちを脅すと。そうするとですねそこら辺をうろうろしているブラザーたちもですね、ああこれやばいなという形で退散していくというお話です。でこの儀式がそのですね、它是叫做跳钟馗，到的对，飛ぶ正気様でございます。鶏とか持っているのはどうもですね昔の人は鶏は朝を告げる鳥だから、まあ、この鳥をですね一瞬昏睡状態にして、でまた起こしたりして、はいはい朝が来るよみたいなですね、そういう象徴的なアクションをこうブラザーに見せたりと、まあ、いろんなことやってるんです。まあ、大変な感じです。本当はもっと詳しい説明を受けたんですけども忘れてしまいました。申し訳ございません。あのちなみにですね、まあ、こういう昔はですねこういう儀式があんまり一般にこう見られたりすることはなかったらしいんですね。ちょっとこれ聞いてみます。以前跳钟馗的时候哈，平常没有人去敢去看。哦啊，不能干的那个。对对，那个封闭的地方才可以。没有，他你真的你再跳，没有人敢看。那个是告人，你要把他赶回去。那对。就要做这个。人可以看，但是不敢。看的时候坏的事情发生了，对，就怕这样啊，然后会不好事会上升啊。变以前啊，你房子烧掉的时候啊，也要请这个来压煞的。请路边啊，有人在做那个什么路祭有没有？也要请这个的。坏的事情发生的原因是在这里，所以找他打。对，古林さんが言うにはですね、はい、あのやっぱりこれ昔はですね、あの他の人に見せたりするようなものではなかったし、わざわざそういう風なひょっとしたらその悪いグッドブラザーズ、グッド、ちょっとグッドじゃない、ちょい悪ブラザーズがいるところにわざわざ人は近づかなかったというのもあって、あんまりあの昔の人はわざわざ見に行かなかったそうです。はい、いろいろありまして、やっと競技が始まります。まずはこの小さいタワーに上がると、そしてこの小さなタワーの上の竹が切り落とされて、次にこの大きなタワーでですね、競技が始まります。競技が始まると会場は急に盛り上がります。自分のスマートフォンを持ってですね選手の様子を撮影する人もいれば応援する人もいます。様々です。そしてしばらくすると何人かの選手が第一難関の牛脂ドロドロ黒光り柱を登りきり第二関門の忍者返しにたどり着きます。この忍者返しは競技の一つの見どころで、選手が登りきり棚の上にたどり着くと歓声が起きます。忍者返しを超えた選手は次にタワーに挑戦するわけですが、すぐに登り始めるわけじゃないみたいです。安全のために命綱の準備やチェックが入念に行われて、それから登り始めるようです。この大会あるあるなのですが、ちょっと目を離すと選手たちを見失ってしまいます。タワーが何本もあるのと、選手が必ず自分たちが見ている側を登るわけじゃないので要注意です。そもそもタワーがものすごく高くて遠いところにあるので、選手たちが点みたいにしか見えません。そしてタワーが直線的に登れるようにできていないのですね。なので選手たちがタワーの向こう側に回り込んだりする場合もあります。選手たちも必死なので、こちらも気を抜かずに見守るしかありません。
ちなみにこれ職場の同僚も言っていたのですが、今は昔と違って望遠カメラやドローンで撮影されたライブの映像がインターネットで送られてくるので、まあ、そっちを見た方が選手たちの細かな様子がよく見えるみたいです。さらにコアなファンの人は現場に来てなおかつネットのライブ映像も見ているようです。選手たちが旗のついているタワーのてっぺんまでたどり着いてノコギリで竹を切ります。そして最初の旗のついた竹がポキッと折れたように傾くと会場から声が上がります。この後も次々と旗のついた竹が切り落とされます。競技はまだまだ続きますが、さすがに夜も更けてきたので私は帰ることにしました。仕事がありますのでね。はい、1年に1回のこの地域でのにぎやかなお祭り、もし夏の終わりに台湾に来られることがありましたら、イーランのこのお祭り、トーチャンチャングをぜひ見に来てください。それではまた。